ヒロト殿のこれやってやります。ナナフラワーです。某レオさんがまた譜面を作ったということで、せっかくなら初見を動画に収めようかと。最近動画も撮ってなかったんでね。まあ、あいつが言うに超楽しい自信のある譜面ができたと、そんなことを言うておりますが、あいつは何をしでかすかわからない男なので。恋愛サーキュレーションのエディット譜面ですね。本家譜面はエクセしております。ちょっと音量落とそうかな。で、最近気づいたんですが、ポケモンスタジアムエビみたいな配置、あいつは何をしてかすかわからないところですよ。最近気づいたんですが、他の動画とかでも自分の iPad 無反応が多かったと思うんですけど、空打ち自分よくやると思うんですけど、というかやるんですけど、空打ちをしているとあんまり無反応が来ないっていうことに気づきまして、これはそのなんだろう、タッチの信号を入れておくと、その常に iPad が緊張状態か何かになって反応するのかなみたいな、ちょっとわけのわからない理論で、さっき上部分にパネルないじゃないですか。それにこちらタッチペンをこうやってトンって置いておいて、何か重しでクッて置いておいたら結構無反応がなくなったんですね。何かその指じゃなくて反応するものがあったらそこに置いておくと無反応が減るのかなっていう、そういう印象を受けました。まあそれはさておきですね。またそんなにバーは詰まってないけどね、行きますか。まあトランプがあるから。さっき言ったことはこれをここに置いておいて、こうしておくってことですね。行きます。ちょっと怖いな。さて、目標はあいつがどのぐらい指定化したかわかんないですが、95万で。いきます。何をするかわからない。ほらね。運指を組みたいな。見ようかよ。32部が。こういうことする男なんですよ。何がしたいんだやつは。エセス行かなかったってね。私はこんなもんでした。ぜひやってみてください。まあいつものレオでしたね。以上です。ご視聴ありがとうございました。時間があれば他の動画もどうぞご覧になってください。ナナフラワーでした。